で、こっちにまだあるな。とりあえずちょっと。あれは。ちょっとサブストーリー、ここにあるんで、ちょっとやっていこう。ポケサースタジアムはまた後で行きます。どうだ。あ、こいつか、成金野郎。早っ。なんかめっちゃ金持ってるらしいよ、成金野郎。おお、いくら入った？50、3万ぐらい手に入ったの。こいつが成金野郎か。なるほど。ちょっと下がろう。おい。これよ。怪しい紙袋渡した。おい、ちょっと開いてるじゃねえか。お前、中身見たろ。あ、いや。見たのか。バトルか。5万でなんとか。頼むから誰にも言わないでくれ。何？あ、これ見た方が良かったんだ。じゃあな。オッケー。おお、また50貯まった。だいぶ能力強化でさ、結構経験値50とか使うやつもあったから、ね。ヒートアクション追加。そう、極み技ってもうこれ全部習得してんのか。多分全部習得してんな。とりあえずこれ、ヒートゲージの最大値増加、レッドヒートゲージを追加する。あー、もうちょっとだね。食事をした際に得られる経験値が増加、ヒートゲージ大幅上昇。これは蒸発。戦線回避すること、ヒートゲージが溜まる。手弱い状態になると攻撃の威力が上昇。粉砕するテクニカルな一撃。とりあえずこんなもんで OK かな。14技。技もだいぶ。こんなもんでいっか。よし。いくぞ。だいぶ解放したからな。じゃあポケサー行くか。近くやし。おお。待てよてめえ。待てよてめえ。おいてめえ。おっと。秀樹くん勝負だ。いた。ちょっとパーツ見ていい？パーツ。
走りたいけど走れないんだ。ちょっと後で話すわ。いらっしゃいませ。買い物いくらぐらいするんだろう。いらっしゃいませ。おー結構売ってる。全買いしよう。そんな値段ならそうならならなそうなんで。ありがとうございました。こうやって全部買ったんじゃない。もう一回見るか。いらっしゃいませ。ありがとうございました。これ新しい商品入ってくるんか。いらっしゃいませ。ありがとうございました。今後増えていく感じだなこれ絶対。やあ秀樹くん久しぶりだね。懐かしい。カズマくん待っていたよ。おデースできる？する。ああ、格の違い。ゴーレムタイガータイヤ。あ、こうやってできるんだ。スピード、はあはあ、こうやってバランスがあるんだ。スリックタイヤ、フィン、ほう、なんか重さにもよるんだ。コースとアウトしにくくなる。コーナーで減速大きくなってしまう。モーター、これは一番いいんじゃない。この上のやつ、イダテンモーター、ギア、あー加速力、坂道も安心だな。バッテリー、これが良さそう。あ、重さがアップしてしまう。重さが上がるとやばそうだな。まあでも分かんねえからもうつけよう。カラー OK。待ってよ、タイヤカラーは青にしよう。合わねえ色。よし、コースへ行く。え、コスト制限、あーなるほど。これ5か。パワーギア、これでいこう。はい、このコースは一筋縄ではクリアできないぞ。ルーキーコース、特徴をよく見てカスタマイズをしよう。侮れないのがミニチャップゾーンだ。油断してるとコースアウトにつながるぞ。ミニチャップゾーン、頼んだぜ俺のゴーレムタイガー。恋にポケサーに秀樹くんのバトルは終わらない。カズマくんは秀樹くんの投資にどう立ち向かうのか。注目のカズマくんは青レーンだ。対するは秀樹くんだ。みんな位置につけ。イメトレは何でか。ゴート行け。少し出遅れたか。逆転へのブーストだ。おお、すげえ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 。嵐の前の静けさなのか。いい調子だ、いい調子だ。もっと頑張れよ。みんなのカスタマイズが光っている。いつ来るか分かんねえからな。これこのままでいいの。下克上も大歓迎だぜ。まずは追いつかないと。足元を救われるなよ。いい調子だ、いい調子だ。
嵐の前の静けさなのか。強いぞ、あの強い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 。あ、秀樹くん来た。カズマくん、トップの座を明け渡してしまった。何のカスタマイズがあるの。みんなのカスタマイズが光っている。抜かれるなよ。何が起こるかわからないのがコケサーだ。やばいか、やばくないこれ。これ負けたんじゃね。オケサーならそうでしょ、劇場も大歓迎だぜ。最高の走りだ。ファイナルアップだ。いけるぞ。いける気がしない。何が起こるかわからないのがオケサー。アンマ君は2位。うわあ、おめでとう。勝者は秀樹くんだ。おめでとう。いや、ブーストタイミングか。くそ、なんということだ。ちくしょう。ねえ、うん、本当にこれでいいの？え？はあ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 。ああ、わかった。カスタマイズ見直し。あ、もう勝負できるぜ。あ、このまま。はい、多くのマシンが戦いを挑んできたこのコース、今日のレーサーたちはどう攻略するのか。侮れないのがミニジャンプゾーンだ。油断してるとコースアウトにつながるぞ。頼んだぜ、頼んだぜ。俺のゴーレムタイガー。故意にポケサーに秀樹くんのバトルは終わらない。カズマくんは秀樹くんの投資にどうするのか。さあ再戦です。注目のカズマくんは青レーンだ。対するは秀樹くんだ。勝っても負けても恨みっこなしだぜ。やるか。完璧。行け。ブーストを使うタイミングだな。ちょっと秀樹くんだ、おめでとう。見直すか、見直すというかちょっと普通に大会出てみるか。それでカスタマイズ強いやつ買って。まあ、さっきと一緒ですね。また来ます。ああ分かった、もう少し慣れ。オッケーオッケーオッケー。あ、ちょっとググってました。ググってちょっとパーツの見直しをしました。それでカスタマイズで、これスリックタイヤでしょ。で次フィン、これクイックフィンです。クイックフィンで、このスピードモーターで、ギアがこれ中速ギア、そしてバッテリーはノーマルバッテリーですね。はい、これでいけるっぽいです。はい、それでは行きましょう。ドラマチックなレースをいつも見せてくれる僕のお気に入りのコースだ。今日はどんな奇跡が起こるのか。侮れないのがミニジャンプゾーンだ。油断してるとコースアウトにつながるぞ。頼んだぜ、俺のゴーレムタイガー。ゴーレムタイガー。故意にポケサーに秀樹くんのバトルは終わらない。注目のカズマくんは青レーンだ。対するは秀樹くんだ。
それではレースを開始するぜ。次こそ勝たせてもらうぜ。行け。少し出遅れたか。どうだろう。仲間の頑張りが光っている。足元を救われるなよ。あんなカスタマイズもあるのか。何が起こるかわからないのがポケサーだ。いまいちだ、いまいちだ。でも追いつきそうじゃない。お前の静けさなのか。もっと頑張れよ。ポケサーなら下克上も大活躍。お待ちかねの逆転へのブーストだ。このままではコースアウトしてしまう。ギリギリのところで耐え抜いた。そう、先頭を走る。レースも後半戦に残留。まずいい調子だ。バランスが大事だぞ。これ秀樹くんとかブースト使うのかな。何が起こるか分からないのがポケサーだ。足元を救われるなよ。まず追いつかないと。いけそうじゃない。みんなのカスタマイズが光っている。大丈夫か。いけそう、いけそう。極上も大歓迎だぜ。いよいよファイナルラップだ。いけいけ。嵐の前の静けさなのか。ミンソン。オッケー。グーグルさんありがとう。まずは追いつかないと。勝つためならどんな手を使う。その戦いをものにしたのはカズマくんだ。おめでとう。ふん。俺の勝ちだ。勝ちだ。再戦したんですけどね。うん。そう、後継者を探してるんですよ。フィアンセ。同じことを言ってる。挫折。何？ホストか。いまいち想像がつかない。うん。ああ。差しね。うん。スターダスト。カズキがいるところだね。気をつけてね、カズマくん。了解。カズマくん。お？どうした、ファイター。うん。恩に切るぜ、カズマくん。ちょっと、そこをどいてよ。刺激を求めて。ああ。王道ですね。おい。なあ？いきなバトル。いきなりバトル。おい、おい、おい。大丈夫か。ちょっと、何するんですか。え？え？ほら、誰だこの男。あ、なになに。知らないわよ、こんな人。この野郎、俺が知らないうちに男作りやがったな。気まず。違うんだって、純ちゃん。余計なことしちゃった。
すまん。余計なことしちまったか。俺はてっきり。この女性と俺は何も。うん。え？覚悟はできてるか？ちょっと、純ちゃん！純ちゃん！やめてよ！よせ、落ち着け。でも気晴らしに。やめてー！おい、そんなもん出してどないする気や？どないする気や？あ、あ、誰だっけ？どうだ？見たことあるぞ。おい、ちょっとお前、うん、さあ、今のうちに逃げて。そうじゃねえっていうか、やめろ。いてよこれなんだこの状況。そちらの女性も怖がっている。女性を連れて逃げなさい。私なら大丈夫。こういう輩はきっちりとお正気しないと。違うんだ、人の話を聞け。早く説明しろ。キリュウさん、早く説明するんだ。こら、ああ、めんどくさいことになってる。あ、お前さん、ご苦労様です。実はチンピラがカップルを脅しておりまして。大丈夫？ねえ、大丈夫なの？どういうこと？まあ、カップルの痴話喧嘩ってやつだな。うん。ああ、あの二人がカップル。ってことは、脅してたチンピラってのはお前か？は？巻き込まれてる。いや、勘違いだ。俺も初っ端に勘違いしたが。署まで同行してもらうぞ。違うんだ。一緒に警察に行きましょう。は？私も勘違いをした。そしてあなたも勘違いをした。ここは男らしく言い訳せずお縄につくということで。何言ってんだ。お互い正当防衛だ。さっさと逃げねえと面倒になるぞ。逃げる？スポーツマンは決して逃げたりしない。誰だったっけこの人の名前。つまりどういうことなんだ。うん、あの男が女性から金をせびろうとして女性は嫌がっていた。うん、血は喧嘩とは知らなかった。止めに入ったら男が俺に喧嘩をふっかけてきたんだ。うん、そうなのか。はい、すみません、お騒がせして。そして途中この顔のでかい男が急に入ってきてチンピラをやっつけちまった。そうです。なるほど、カオスだな。もういいか。すみませんでした。いや、もういいです。もういいです。いや、それでは許されない。そうだ、私に同じ技をかけてください。いや、好きな技を好きなだけかけてもらって。さあ、遠慮なく、さあ。すまない。怖がられてんじゃん。あんたには迷惑かかっちまった。いえ。それにしても、すごい技だったな。うん。柔道をやってたのか？では、篠原さん。最近は物騒ですから。お気をつけて。篠原、なんで名前を。篠原、そのままか。有名なのか。現役はもう引退してまして、それでまあちょっとした観光に。ちょっとした観光に。でもこういう場所を歩くのは慣れていないんで、迷ってるうちにさっきの現場に出くわしまして、本当にご迷惑をおかけしまして申し訳ありません。そうだったのか。迷惑かけたついでだ。俺でよければ
案内するぜ。本当ですか？よろしくお願いします。篠原純一さんですね。あ、新一、すいません。身長190センチだって。高っ。うん、どっか行きたい場所あるか。腹ごしらえ行きましょうか。焼肉いいな、豪勢だな。はいはい。これをちょっとそこの前、いや、これバトルしたらさ、篠原さんも参加してくれるんかな。金目のもん全部出せよ。じゃあなで。あ、参加してくれないんだ。これ痛いやつ。あ、参加してくれないのか。してくれるかと思ったんだけど。信じられねえ強さだ。どやー。とりあえず、あ、オッケーオッケー、いっか。篠原さん連れて。篠原さんついてこないのか。ついてくるかと思ったんだけど、来ないっぽいな。じゃあここで食いに行くか。焼肉食いてー。うわー、高そうなお店ですね。何？うん、これ結局おごるパターンじゃね？大丈夫？いらっしゃいませ。はい。うん、またまた。え？分かりました。よろしく。じゃあ両方で。やば。はい。もう食べたのか。うん。お酒。またまた。何？キャバクラ。うん。ジュエル。オッケー。はい。はい。ここだね。着いたぜ、ここだ。よろしくお願いします。うるせえ。びっくりした。急に叫ばないでくれ。申し訳ない。とにかくリラックスしてくれ。ええ、うん、いや、ちょっと待ってください。やば。豪快ですね。次はどうする？刺激。ええ。喧嘩か？ええ。本当ですか？うってつけの場所。あそこに連れてってみよう。え、どこだ？
これはあれだね、スターダストは誰だっけ、ポケサワのやつだよね。公園、公園か。おお、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 ぐぬ、太ったホームレス、全然違うやつや。ん？ん？これちゃうな。まあ一応やっとくか。おい、補強したいんだが。あ、テープテープ、そう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 。おい、これを使えるか。え、お、あんたこれどこで手に入れたんだ。アタッシュケース。これもブツブツ交換かな。オッケー。でここにコインロッカーの鍵があって。別のやつだからね。ちょっとこっちにパーツ売ってないかな。おお、おお、あ、あ、この人見たことあるぞ。維新にもいた。ええ、あまりにも惜しい。うま、わしの弟子になってみんか。100倍。そうじゃん。うん。小牧さんね、江戸時代。30年ぶり。ん？護身術。ん？うむ。ん？そうじゃ。火縄封じ。おい。火縄銃。拳銃じゃない。BGM がまんまだ。いや、まんまじゃないか。模造の銃持ってる。オッケーオッケーオッケー。甘い、甘い。あ、だだだ、待って、オッケー。普通にダメージ食らうんだけど。うん。ええ。木刀。オッケー、わかった。あいつ。あ、取っときます。コインロッカーの鍵ね。木刀どこに売ってたっけ？ドンキにあったっけ？
おい、どうしたんだ。超極秘書類をなくしてしまった。あ、持ってるよ、ちょうど持ってる持ってる。よかったね。よかったよかった。うん、おお、どんどん高級になってくな。はい。じゃあ私は仕事戻ります。あざしたわらしべ長者じゃない現代版の、それじゃあ次だ。どれだね、これはあれだし、ポケサワのやつだろう。サブストーリー、まだいっぱいあるな。柔道の達人、篠原を満足させる、あそこしかないな。あ、そういうことか。わかったぞ。あれか、格闘技場か。闘技場だな。あ、これ何か食べ物を与えるみたいなやつじゃない。うむ、なあ坊主。聞こえた聞こえた。うん、そうか、何かやろう。味噌ラーメン、あ、ちょうど持っとってよかった。え、いいの、ちょっとお湯がいるけどね。そのままじゃ食べれない大丈夫かな。いや、よく噛んじゃうとバリバリしちゃうけど美味しい。オッケー。じゃあまた、うん、もうちょっとしたらちょっと食べ物とか買っとくか一応。あ、絡まれてるな。ついでに止め入るか。ヒーロー気取ってんじゃねえぞこれ。目障り目障り。スタミナ X を受け取った。ありがとうございます。それで、ちょっと篠原のあれ置いといて一回。西田からのこの連絡、西田、あの、助けてください。これ社員というキャバクラに、おじきが、あ、おじきじゃねえ、マジマの兄さん、いそうなんで、ちょっと社員行きましょうか。ね。